眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めて頭痛が治ったというような実際のお話をしようと思います。まぶたと頭痛はあまり関係ないと思うかもしれないですが、目からくる肩こりや頭痛というのは実際あるものなんです。エアコン、そしてコンタクトレンズ、スマートフォンやパソコンを使われている場合は目に非常に疲労を蓄積します。そうなるとそれによって頭痛が起きちゃう方がいるんですね。なかなかそれに気づかない。そしてある女性の方はそれで仕事が辛くて頭痛がひどくって実際に仕事を辞めてしまわれました。なぜかというと仕事場でも長時間このパソコンに向かってたりするのも辛くて頭痛や肩こりがしてちょっとイライラしてしまって、それでもう上司の人と、うまくいかないというかな、上司の人に怒られてしまったりして居づらくなってしまいました。で整形外科や、内科などにかかって、で肩こりや頭痛の変な原因もないですと言われて、で内科でも、気持ちの問題ではないですかというふうに言われて、では仕事を休みましょうということで休んだんですね。ですけれどもそれでもなかなか落ち着かなくて、目の方も悪いのかもなと言って目医者にいらっしゃったわけです。そしてその方は目の方がちょっと悪いということで、お薬も併用しながらまぶたを温めるということを主にしていただきました。そうすると涙の分泌が良くなるので目が疲れにくくなりました。今までは 1,2 時間やっているともう疲れが出てくる状態でしたけども、それも長時間できるようになりましたし、日常生活でも良くなりました。そして目をしばしばさせることが減ったので、お友達からも明るくなったとか非常に表情が良くなったというふうに言われたようです。そして非常にもう生活上はもう普通の方と同じぐらいの状態に戻ったんですが、残念ながらちょっと仕事を辞めてからだったんで元の職場に戻るというのはなかなか難しかったです。次の職場もなかなか探せなくて苦労をされていました。このように気づかないで目から頭痛が来てしまうことがあります。もし心配な方、そういうようにずっと頭痛がある方の場合は眼科名医で相談していただいたり、軽い場合はまぶたを温めたり目薬をしたりして対処していただければと思います。ですから目からも頭痛や肩こりが来て本当に日常生活に苦労される方が多いです。よく知っておいていただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。